経営の目的は人づくり、永続はそのための目標である。同系一体の人生づくりと経営。第49講義、自助自立の経営とは。皆さんこんにちは。道徳と経済はもともと一体であった道徳経済一体思想、その道経一体思想を道経一体経営言論をもとに分かりやすく解説し、共に学ぶ音声による講義です。解説をいたします MBI 講師の久保山です。今日も道経一体経営言論をもとに共に学びましょう。また講義のテキストは詳細からダウンロードもできますのでご活用ください。さて、今日から第3章道経一体実践の原理の第5節、自助自立の原理、5番目の原理ですね。5番目の原理の自助自立の原理に入ります。その第1項、自助自立の経営とは、道経一体経営言論197ページからです。早速本文に入りましょう。道経一体論では、自助自立を重んじます。自ら助け、自ら立つ。自助自立ですね。何事につけても、またいかなる場合でも他者に依存せず、自力だけで企業経営を行います。自力とは自己の持つ品性の力であり、本書ではこれを重視して自助自立の原理と呼びます。自己の力だけで生きる道というと、孤立と同様に受け止められるかもしれませんが、自助自立は孤立とは異なります。孤立とは他者との関係を断ち切り、ただ一人で生きていくことを指します。また、自助自立は山にこもって一人だけで生きるというような自給自足とも異なります。自助自立は自己の品性をもとにしながら、相互扶助のネットワークを活用して、積極的に他者と交わっていく生き方です。他者との深い関係を前提にしますが、自助自立はその他者を特定することはしません。特定の人や組織、会社を当てにすることなく、従々無尽、重なり合い、そしてお互いに関係し合うということですね。従々無尽とも言うべき相互扶助、お互いに助け合う相互扶助の世界が生み出す作用によって生かされ生きていくということです。自助自立は自力で生きていくことですから、安易に借金はしませんし、寄付金や助成金に頼ることも、国家の保護を受けるようなこともしません。したがって実力を重んじ、いたずらに世間の肩書きや名声を求めることもありません。このような意味では、自主独立の原理と呼び換えることもできます。自主独立ですね。自分を主体として一人立つ自主独立の原理と呼び換えることもできます。また、自助自立の精神は、すべてを自己の責任、自分の責任ですね。自己の責任とする姿勢とよく似ていますから、自己責任の原理と呼ぶこともできます。ということです。最初の一段落目ですね。つまり、この自助自立というのは、自分自身で立つ。自分が立ち上がるということなんですけれども、その元にするものを自己の品性の力を元にせよっていうんですね。さあ、この品性という言葉、プリントの方には補足で書いてますけれども、品性とは何でしたでしょうか。人のものの考え方と行動が習慣となったものですよ。ですよね。つまり、自分自身のものの考え方と行動の習慣となっている物事を元とせよということなんです。さて、これはもう誰しもやっていることじゃないかなと思いませんか？なぜならば、経営者、だけでなく、人は自分自身で物事を選択して自分で意思決定をして生きていきますよね。じゃあ同じことじゃないのか。違うんですね。その品性の力、より良いものの考え方と行動に成長させながら、自分自身が自分の考え方だけではなく、その自分の考え方というものをより良い本末傾聴修士であったり、三方よしであったり、人づくりを目的とした同系一体の経営をしていこうというような考え方、そういったものの考え方、今回自助自立の原理の中で項目で次々出てきますけれども、そのような経営上の原理原則を守りながら、自分の考え方を一つ一つ築き上げ、そしてそれを自分の習慣、そして組織、つまり会社で言うならば社長を中心とした皆さんの組織の品性、組織の品性として経営に携わっていくということが、まさにこの自主、自助、自立の原理というわけなんですね。その後、同じページにこのように書いてます広池竹郎が、利己的本能は同系一体の言論は198ページになります。2段目。利己的本能は、俺が、自分が、俺のと考えるようなその本能というのは常に欲望にもいる。欲望が原点にある、根っこにある。ゆえに、資本を大きくして、急に利を円とし、お金を大きくして、使えるお金を大きくし、借り入れてでも大きくし、そして短期間で利益を得ようとして、あるいは他人の力を借り、あるいは合同して保護金のもとに事業を始め、今で言うなら助成金とかありますよね。さてそれを使うなって言ってるんじゃないんですよ。それを借りて使うっていうことは、別の弊害が生まれるぞということも後に説明が出てきます。続けましょう。あるいは会社もしくは組合組織をなす、あるいは借金をし、あるいは全資本を一時に使用し尽くしてってどういうことでしょう。例えば自分が事業をしようという時にも、全部のお金を全て新しい事業につぎ込んでしまったら、どうなるかっていうことをおっしゃってるんですよね。1ヶ月のストックをも持つ余裕を有せざるものもあり、以上皆不況もしくは何らかの場合には没落すって言うんですよ。なぜでしょうね。急に大きく利益を求めようとすると没落するよ。他人の力を借りたり、保護金のもとに事業を始めると没落するよ。縮小するよ。衰退していってしまうよ。あるいは組合組織とか借金をして、もしくは借りたお金全部を一時的に全部投入したりすると、これもまた不況もしくは何らかの場合には没落してしまう。ということが書いてあるんですよ。これはなぜなんでしょう。199ページの3行目。これは皆さんなんでというふうに考えながら進める。これ非常にこの学びをしていくにあたって重要なことです。それどういうこと？私はこのプリント、言論ではないですよ。この作ったプリントの方には波線を引いているものがあります。棒線を引いているものもあります。波線は私自身がなんでこれどういうことと思ったことは波線を引いてるんですよ。このプリントには色をつけてますけど、これは自分自身がなるほどと思ったこととか、それはどういう理由があるんだろうというようなことにも色分けしてます。そのように皆さん、この同系一体経営言論を学ぶにあたって、それは違うやろとかいうことではなくて、なぜそうなんだろう。もしそれが本当であるならば、何を根拠にそう言ってるんだろうと考えながら進むことが実は重要じゃないでしょうか。進みましょう。199ページの3行目ですね。このように書いてます。従来あるいは官憲に頼り、官憲っていうのは国のね、例えばさっき言ったような助成金とか、もしくは力を持っている政治家などのことですよね。その権力。あるいは有力なる資本家と結び、これはお金を持っているっていうね、資産家、その人間たちと協力して、急激に自己及び自己所属団体の発展を図らんとするものありしも、これはわかりますよね。急いで短期間で自分自身の会社の発展や組織、ね、ベンチャー企業なんてありますけれども、そういった人たちがね、短期間で一気に大きくしようということをした場合に、格のごとき方法はまず外部に敵を作ることはもちろん、内部にもまた道徳的欠陥を生じて一心同体の団体を形作るを得ずと書いてます。もう一回言いますね。ここポイントですよね。つまり一心同体の団体を形作るを得ずということは、逆を言うならば急速なる発展を仮に急速に発展をしたとしても、逆はまた真なりで、自らが道徳を実践し、そして道徳的道敬一体の原則に基づいて、そして他者との相互ネットワークの中で作り上げていくものが、形上急激短期間に拡大をしたとしても、それは崩れることはないっていうことなんですよね。逆を言えばですよ、こういうことなんです。形上形式上見てみた時に、同じような発展の仕方をしていたとしても、短期間で仮に急速に発展をしたように見えたとしても、その2つの急速な発展の仕方というのは全く中身が違うように思いませんか？これをね、広池竹郎は言ってるんですね。いや、まさにその通りですよね。だからその根本は、人の力を借りていいんですよ。お互い連携し合いながら、相互扶助ですからね。借りなければ逆に私たち中小や個人って生き残れないかもしれません。いいんです。しかしそれが自分自身の会社を大きくしたい、ね、偏りすぎてね、そればっかりにかかってる、ね、そればっかりに偏っているではなくて、自分の縁あった社員、それから自分が世に出したいと、世の中の役に立つこの商品をね、なんとか世に出したいという時には、いろんなステークホルダーの人たちの力が必要ですよね。つながる力の中でもありましたけれども、だからそういった人たちの力を借りながら、ね、例えば一気に商品が広がることもありえるじゃないですか。しかし一気に商品を広げる時の形は同じでも、その中身が全く違う、ね、その違い方というのが品性に基づく。つまり何度も言いますけれども、先ほども言ったように、ある商品を世の中に広げたい、あるサービスを世の中に広げたい、それはなぜですかという時に、これはね、こんな風に本当に人の役に立つんだとか、お客様を喜んでもらえるんだとかいう時、しかし自分は力がなくて小さいから、資本もないし、ね、そして販売のネットワークも持ってないと、なんとかしたいという気持ちがあれば、必ず何らかのステークホルダーが生まれてきて、そしてその人たちが助けてくれるんだよというのが、この同系一体ですよね。そういうことなんですよね。199ページの中段目、中の段に、真ん中の段にこのように書いてます。広池竹郎が、第一に注意すべきことは、自分の力以上のことをして無理せぬようにしなさい、ね、自分の力以上のことをするなよと。第2には、貸し売りをせずに現金取引をしなさいよ。預金は確実なる大銀行になし、なるべく確実な会社の株券のほか普通の株券を持たぬ方安全であります。その後ですね。実力を養いなさいって言うんですよ。文章の通り読ませていただきます。実力とは自分の最高品性。自分の最高品性、つまりあなた自身のものの考え方、そして行動というものを本当に同型一体的、ね、本末傾聴修士や三方よし、作る力、つながる力、道徳をベースにした商品制作、そういったことを、そして最高知識、括弧してこう書いてあります。モラロジーを学べば世界第一の学問と知識とうべし。へえ。私はね、この言葉ね、検証してみたいと今思ってますね。自分の事業の繁栄、財力の充実、このようなものを言うのです。これさえあれば、世間の肩書きのごときは自然に得られますよと。今日の人は、この実力を作ることを忘れて、空虚なる肩書きを縁として苦しむので愚かなことであります。と書いてます。さあ、この実力というのを養いなさい。そしてそれをね、最高品性をもとにして、自助、自立、この経営に進みましょう。ということなんですね。その最高品性というのは自分自身のより良いものの考え方です。そのより良いものの考え方というのがどういうものなのかということを、ね、この同型一体経営言論の中から学び取っていきましょう。今日はここまでにしておきます。これから先、この先はまた次回お伝えしたいと思います。それではまたお会いしましょう。